いや、やだ。もろた。いただきます。感謝で無茶ぶりサードシーズン。さあ、おはようございます。川原みのりです。さて、サードシーズン、全4回でスゴロクゴールを目指そうというやつだったんですけれども、ついに、本日が4回目の収録となります。さあ、ということで、今回はですね、貴重な沖島店さんにやってきております。まあ、ここ定価し店ですので、あの20スローはないんですね。なので、まあ、どういう無茶ぶりが出てくるかわかんないんでちょっと怖いですけど、まあそれなりな立ち回りができればいいなと思いますので頑張りたいと思います。スゴロクの残りのマスの数よ、これいけます？結構無理なんじゃないかなって、まあ、前回も言ってたと思うんですけど、前回も、ね、負けを取り返せもうクリアできず、もう無茶ぶりに私押しつぶされそうになってるんですけど、まあ、今回はサイコロを、今回も振って無茶ぶりをお題をどんどんクリアして、まあ、何回でも振れればね、それでゴールは目指せるかなと思いますので、最後まで諦めずに頑張っていきたいと思います。それではサイコロお願いします。さて、ちょっと水たまりもあるからな、ちょっとこっちに投げます。こっち、こっち、あっち、投げます。あ、すごくソフトに投げた。3でございます。6だったらね、手前までもうワープできたんですけど、まあ、そんな簡単にはいかない。3は何ですか？はい、4000円で初当たりを引けということで、でも定価しですよ。だから実際400枚でいいってことか。400枚でいいってことですよね。結構簡単じゃないですか、ボーナスタイプ以外とはいえ。なんじゃそら、え半分、あ、じゃあどっちみち200枚でってことですね。200枚で初当たりを引けってことですか。そういうこと、なるほど。あ、そうか。ってことは2000円だ。まあ、2スローの場合も同じか。そういうことか、わかりました。はい、ということで、まあ、2000円で初当たり、まあ、200枚ですよ。でもまあいけなくはないかな。でもボーナスタイプダメなのか。そっか、どうしよう。まあ朝一狙える台とかで頑張るしかないかなと思いますけど、まあ早いとこ初当たり引いて次のサイコロ振りたいと思いますので頑張りたいと思います。ありがとうございます。よいしょよいしょ。奥かな、あーちょうどやる。まあ2000円でしょ。2000円ってむず、2000円はむずいね。そして番長ゼロは埋まってる。あ、でも番長ゼロ1周目ね期待できるけど、ちょっと2000円だとちょっと心もたないですよね。2000円ある、なんかあ、結構むずいなこれ。どうしよう。いつものエウレカ、いつものエウレカはね、朝一ね全然当てられる可能性はありますからね。全部リセットされてるし参りました。炭です。4000円で持つやつ、まあエウレカか。一番安パイなのは、可能性ありそうなのはエウレカですよね。まあ、前みたいに低下しで乾燥っていうね事故を起こせたらそれはそれでよし。エウレカからいきます。それでは、結構迷ったんですけど、ウレカ3でとりあえずこの2000円を持ってね、まあ、ただ10スローなんで実際には200枚ですか。200枚のうちに当てられれば OK。 ちょっとあら入んないまあでも正直、KCC で当てるなら2000円もかからない。うん、別に2000円までいかなくても大道はしていいんですよね。あ、ダメなのか、あれいいんですよね。
早いとこでも2000円で決めてさっさと次のサイコロを回したいですね。じゃないとスゴロクが絶対に間に合わない。あ、早くない？でも大丈夫、早くなんで。さあ向かい入りまして、おっ、またレア役。まあでもすぐ来る、すぐ来る。あ、1周目はいけますね、よかった。いや1周目で普通に当たってくれるととても流れが良い。よし、続くな。おうおう、待てよ。あー、ここで待って。スイカです。相当、縮まっちゃってる。やべえ、これ当てなきゃ。530まで縮まって、これ捨てらんないよ。これもうあれ、2週ぐらい行ってるかな。2週目ぐらいまで行ってますか。はい、とにかくお金を使わないように、なるべくコイン持ちをよく回したい。チャンスのようですね。あれ、あ、おかしいな、この演出って来ないですよね、2回目の時ね多分。あれ違ったっけか。熱いと思う。うん、いけいけ、いくぜ、いくぜ。おお、当てれました。オッケー。いや、やっぱエウレカいいな、朝一。よし、思ったよりもめちゃめちゃ早くミッションクリアできたんで、まあ、とりあえずこれを消化してからって感じですかね。はい、67ゲーム、68ゲーム、はい。よし、はい、白ビッグです。い、30% いった。おうおう、結構枚数も取れました。182枚で一応、偶数したかだけども、 32%、うん、いけなくはないな。よし、やるぞ。いやー、いじめられる。お、いや、ダメだな、めちゃめちゃ食らっとる。着地引いたところでよ。青いよねー。あー、ダメだ。残念。はいはい、ということで残念ながら、コーラリアモードには入らなかったんですけど、ボーナス消化して、また次のサイコロ振りたいと思います。はい、それではサイコロサクサクと振っていきます。いきます。あ、お願いお願いお願い。あー、5か、微妙。
5は何でしょう。5、私好みの台。あ、分かりました。え、大丈夫ですか。あの呪音入ってません。呪音の最短ええエウレカ入ってますけどね。当てましたよ今。ダメなんだでも何かなー。あ、でも番長はでもゼロ空いてないかもしれないけど、まあ、ちょっと入って決めますか。じゃあこの中からサニー機種もな、空いてるか分かんないしな。ちょっと行ってみます。とりあえず、はい、とりあえずさっきのエウレカなんですけど、まあ、GCC だけちょっと見て移動しもちょっと考えようかなと思います。これで当てちゃったらもう即クリアよ。簡単よ。うわー、終わった。いや、激弱だな。移動します。はい、私の好きな台がことごとく埋まっていてですね、なかなか見つけるのが難しかったんですけど、ガンダムクロスボーバーがありましたよ、1台。よかった。これをリストに入れておいてくれてよかった。ありがとうございます。好きなんですよ。で、これ朝一台で1周目ね、チャンスなんで1周目だけ回そうかな。とにかく早く当てたい。はい、今日爆弾車で、はい、いいもの当てたら、いいもの、いいんですか。まあでもファンカー、ま、本当に そんな当たったことないですけどねいいものが当たったら、なるほど。どうしよう、テレビとか当たっちゃったら。あ、テレビがあるか分かんないですけど、今回景品に。でもたまに収録やってると飛ばされたりするときありますよね。なんか多分話しかけちゃいけないっていう、なんか気を使ってくださってのことだと思うんですけど、ちょっともう島に入ってきたらもう手を挙げて引けますって言います。いや本当に何だろう、 D 賞 E 賞とかそのぐらいの、なんかうどんの乾麺だったりとか。いや、いいものですよ、いいものですよ。いや全然なんかうまいこといけない。あ、ここでレア役いくの。うーん、適正、出現2倍おい、まあ、このねアイコンがいるときにリプレイとかベルとか、まあ、レア役いけたらいいけど、リプレイだと下のポイントが HP ポイントがね上がる。あ、3倍だったのに。お、うまいぞ。はい、ちょっと攻撃力が弱いんで、赤い。お、カードめくりいいね。もう強かったはず。よいしょ。500。白。はい。ちょっと攻撃力を。もう1アップお願いします。さあバトルに来ちゃいました。500、あと 1マスだったのに。いや強いよ。まあうん、引いてる引いてる、うまい。とりあえずこっちの体力はね減っても100ずつなんで、うまい、引いてた。お、刺激やるね。お、いけんじゃん。よし、うまい。え、いや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 、大丈夫、攻撃、はい。よし、いいぞいいぞ。なんだ、お、お、ベル引けてますね。反撃出ちゃうスキル。お、
いや、デンジャーじゃない、デンジャーじゃない、反撃です。よし、いや、これは当てられそうな気がしているぞ。お、反撃めちゃめちゃ出てくる。よし、いいよいいよいいよ、うん、うまい。あと400、あと1回普通にベル引けるだけで大丈夫。店長はやめて、いやーやだ、あ、すごい強く叩いちゃう、反撃してここまで来て、あ、電池あるじゃん。よしよしよし、400いっちゃう、400ダメか、あと100、なにこれ、お、引いてます。よし、当てた。やっぱこれしっかりちゃんと1周目だったんだろうか、ちょっとわかんないんですけど、124ゲームですね。よし、ちゃんと当てられました。持ちコイン内です。そっか、そうだよね、クロスオーバーラッシュに入ってくんないと。バケはやめてくれ。ダメでした、レグです。まあでもレグからもいかないわけではないですけど、ラッシュに。残念じゃな。まあ当たりは当たりですからね、好みの台で当てました。来ました、残ってるかな。あれ、今日何曜日ですか、日曜日、今日が最後かもしれない。来てる来てる、ありがとうございます。じゃあこれで、はい、じゃあ残念ありがとうございます。まあそうだよね、この私が当たるわけないよね。はい、ついにもう4が出ればゴールです。なんですけど、私もさっき知ったんですけど、折り返す式なんですね、これね、スゴロクね、意地悪なやつだ。だから4だじゃないとダメ、5とかだとまたこうピッピってね戻るんで、4を狙っていきます。いや、ごめんなさいごめんなさい、あ、そこはちょっとごめんなさい、え、5と1がそう向いてる向き、3か3か、はい、最後まで3突きですということで、ゴールの一歩手前ですね。くー、悔しい、最後の無茶ぶり、最後になるか分かんない、まあ、ここクリアしたらもうゴール、もうゴールですよね。はい、最後の無茶ぶりは、まあ、65536分の1以下というか、まあ、それ以上のそれより偉いフラグを引くか、6号機完走させるか、フリーズを引く、まあフリーズ、まあ大体65536、まあでももうちょっと軽めのやつもあるとは思うんで、まあ、フリーズが一番狙うんだったらいけるかなっていう気もするんですけど、かもしくはパチンコでも OK ということですので、パチンコだと、1万2000発ぐらいか、はい、2400枚に相当する玉数ということですね、を出せばクリアゴールとなります。引けんのかな、もう、はい、本当に引き勝負なんで、まあただね、さっきから当ててるやつも伸ばせてはいないので自信あんまりないですけど、最後の最後でドカンと感想なんか見せれたらいいかなと思います。なんだろう、何がいいんかな、あ、いや本当感想を目指せそうな台が
待ってるし、ゆるはーですね、フリーズいいかなと思ったんですけどね。あでも完全に完走を目指すんだったら SP はありかもしれない。聖夜 SP、 私この台1日で2回完走させたことあるんで、他の台も空いてるのが少ないんで勝負しますか。聖夜 SP でいきます。Thank you.